トムロフトのレース場と飼育日誌、ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。2月28日火曜日の朝です。今日の空模様です。東の空から北の空の方にカメラを動かしています。今日の天気は快晴、風もほとんどありません。今日も絶好のレース日和になりました。雲一つないというのは本当に気持ちがいいですね。気温もだんだん上がってきて気持ちの良い冬の朝です。風がないということで遠くの方を見ると少しもやってます。これも春霞の前兆でしょうか。花粉が大量飛散しているようであれば今日は悲劇の日になります。昨日のレジオンレース、翌日の早朝から帰ってくることを期待して入社口を開けてあります。開けっぱなしは怖いんですけど、一日ぐらいいいでしょう。厩舎の中を掃除してましたら、翌日の一番手、ブラックワンダーが帰ってきました。7時5分ですね。お疲れ様です。次はちゃんと帰ってこいよということで、無事帰還です。翌日2話目の帰還です。8時26分ですね。これで当日と含めて合計21話の帰還になりました。帰還率 75%、 新潟な500キロとしてはまずまずの帰還率だと思います。今9時現在この波数ですから、もうあと 1,2 話帰ってくるんじゃないかなと思って期待してます。今日の朝帰ってきたブラックワンダーです。やはり請求ですから、まあ、疲れていることは疲れてますけども、もうクタクタでもう飛べないよという状態じゃないですね。まだ飛び回るスタミナは残っているようです。でも翌日帰りしちゃうようじゃダメですよね。当日遅くてもいいから入り入りで帰ってなきゃダメですね。翌日の7時5分なんていう時間は中途半端な時間だと思います。請求ですからね、もうちょっとしっかり帰ってきてほしいなと思います。もうあと 1,2 話帰ってきてくれればありがたいんですけども、もう少し待って、次の期間を待ちたいと思います。本日もこのブログにご視聴ありがとうございました。また次回もお越しいただきたく、よろしくお願いします。失礼します。